今回はインスタグラムでつながった笠岡にあるフリガーデンに台本なしの突撃訪問です。今が旬の金柑と人気のイチジクの畑を見学させていただきます。あ、すいません、ごめんなさい。初めまして。初めまして、すいません、山下です。北川と申します。すいません、回しちゃってるんですけど。あ、全然大丈夫です。いいですか、はい、ありがとうございます。ドゥルッと見ます。ドゥルッといいですか。はいはい、もちろん。ありがとうございます。ここが、はい、まず黒いちじくのハウスです。今こんな状態です。ピオレトリエスっていう、はい、これって今加温してるわけじゃないですよね。はい、あったか、はい、あ、金柑、金柑を追熟させるんですよ。最低3日は追熟して出荷するんですけど、はいはい、ここもイチジク、ここが一番古いイチジクなんですけど、これは昨シーズンのものが残ってるってことですか。そう、この秋のものはね。へー、取らなかったらずっとこのままなんですね。なんか落ちたり、ね、いや落ちる、落ちる、うん、はい、落ちる。本当に匂い結構残りますね。本当、はい、で次かな、はい、どうぞどうぞ、はい、ここもイチジク、ね、ここもイチジク、うわ広い、うん、木の色も全然違いますね。なんかで、これがこれからこれぐらいまで切り戻していくんですよ。ザックザ、ほう、へー。山下さんってもともと何されてたんですか。僕は応援機器の営業マンしてました。あ、そうなんですね。すごい。今旬の柑橘ハウスです。こっちが近江ピンク、近江ピンク、こっちがさっき見てた。一応基軸刺してから収穫するんで、こう順繰りにこう収穫していってまた戻るみたいな。この列まで終わったかな。明日ここを収穫。鮮やかにオレンジになると収穫。これ収穫1日に何キロぐらい。10キロぐらいかな。10キロ。うん。はあ、すげえ。一人でコツコツ収穫。一人でコツ。すげえ。食べてみますか。おお、いいんですか。どうぞ。ありがとうございます。すげえ。これ取りたてだから酸っぱいですよね。あ、そうか、追熟するともうちょっと酸が抜けるのか。金柑というと苦いイメージ。なんかありますけど、うんうん。霜に当たっちゃうといっぺんに苦味が増すんですよ。あ、そうなんですね。うん、でもこの辺で霜別にハウスだったら。ハウスだったらまず大丈夫ですね。一昨年ぐらいにすごい一発して、ちょっと苦くにゃくにゃになってるから。わあ、これなんか甘さの余韻が残っておいしい。で、これはこれは近江金柑っていうタイプなんですけど、はい、まず皮だけ食べてみます。皮だけ、はい、触った感じ柔らかい。なんか柔らかいです。でしょう、なんか美味しいね。皮だけ、皮だけ、さっきより柔らかくて、なんかシャキシャキ。で、その後ね、中食べてみてください。その後に、中強烈に酸っぱい。えぐみみたいなのは全然ないから嫌じゃない。なんか体に良さそうな酸っぱさって思える、うん、そうそうそう、あの中華屋金柑さん、中華屋金柑さん、はい。に、あの冗談に金柑持っていった、すごい気に入ってもらえて、なんかすごいいろんなこうお店というか、そのスイーツ屋さんとかご飯屋さんも含めて、うん、こういろんな方と取引してるなってインスタ見てると思うんですけど、ね、なんか営業活動があるんですか。いや、ほぼインスタです。ほぼインスタ、インスタでちょっかい出して、無理やり柑橘持っていってたって、はいはい。え、これなんすか。これはね、配合氷柑って言って、氷炭みたいな形から氷柑っていう名前が来てるんだと思うんですけど、配合の多分鹿児島の方の。これ何に使うんですか。あ、これこのまま食べるんですよ。へ、ちょっと1個持って帰って食べてみて。あ、すげえ。はい、配合氷柑、す
すげえ。これもイチジクなんですか。ロードス、はい、イチジクだけで何品種ぐらい植えてらっしゃるんですか。メインは2品種で、はい、品種的にはあと2つあるかな。ロードスとノワールドカロンっていうフランスの、これも黒イチジクなんですけど。え、ああ、我慢する。これイチジク、これがイチジク、ごめん。これもすごい。これはさっき見た黄金柑ですね。黄金柑、これも見た目めっちゃ酸っぱそうなんですけど、期待通りまあまあ酸っぱいんですけど、美味しい酸っぱいです。へ、はい、柑橘ってなんかその取れる年と取れない年で交互に来るみたいな、それ全般的にそうなんですかね。それを剪定で操作するんですけどね。剪定で操作、うん、では表と裏があるけど、はいはい、なるべく裏の時でも取れるように。へえ。で、蛇腹、蛇腹、蛇腹知ってますか。いやいや、こんな柑橘があるのは初めて知りました。これも香味柑橘で、意外と花粉症に効くって言われてる蛇腹。効くって言っちゃいけないね。ああ、効果。そうそう。ちょっと化けるかなと思って植えたんですけど、はい、一攫千金ならず。ならず。いや、まだ決まったわけじゃないですよね。これからですよね。これから。はい。まあ、どっちかというと柚子みたいな。うちもこれマーマレードにして販売してるんですよ。結構買われる人はリピートで買われる。原油が高いと大変だったんですかね。ですね、はいはい、何千万って書いてたやつ。何千万。月に何千万。月に何千万。そう、コチョーラの時。コチョーラの時、うん、あすげえなと。同じ金柑ですね。はい、はい、まあ、なんか色、ここはまだあんまり出てない。そうですね、もうちょっと、うんうん、だから最初に見てもらった金柑と同じ、食べてもらった金柑、ね、に忍法。そうです、忍法。これが比較的甘かったやつ、一番最初に食べさせていただいたやつ。そうそう、そうそう、生食でパクッと、うんうん、ここも収穫していかなきゃいけないんですけど、うん、ちょっと考えただけでしんどくさ。一人です、ね。いや、まあ途中から一人無理なんで、ちょっと応援頼んで。はいはい。え、最盛期今ですよ。あ、今が最盛期なんですね。はい、初めと終わりで言うと。ね、12月終わりから、はい、3月ぐらい。12月終わりから3月まで。うんうんうん、結構長いですね、そう考えたら。で、うんうん、3月で終わって剪定とかダーッとして、うんうん、で、ライミング備えると。うーん、で、そうしてると、一時から今度ロジもされてるんですよね、玉ねぎ。そうですね、はいはい、一応玉ねぎに玉ねぎもやってますし、あと、あ、黒大豆、なんか、あ、そうそう、あれ、なんか黒、なんかちょっと黒戦国大豆、黒戦国大豆戦果をしてるところ、こんな黒豆なんですよ。ちっちゃ、そうそう、かわいいでしょ。でもこれでも大豆なんですか。大豆なんですか。小豆じゃないんですね。あ、すごい。へぇ、これ選別機あるんですか。ないです。手動、これは。手動、死んだ。全手動です。へぇ、山下さんは何時から何時まで働かれるんですか。8時から17時。はい、時から、あ、結構、はい、結構きっちり。きっちり。あ、そうなんですね。そう。もうスコッと帰るのが得意なんです。これあのお米炊くときに一緒にもう洗ってぶっ込んだらいいんで、うんうんうん、土鍋があるんでちょうど1合で 10g、はい、これ 30g 入れてるんで、あ、3回分ぐらい、うん、やったー。こんなちっちゃいんですけど、うん、これを割るとあいつが出てくる、出てくる。これ、ね、これフレッシュの時は枝豆みたいに食べたりするんですかね。そうそうそう、うん、食べれるけどちっちゃすぎてすげえめんどくさいんですよ。なるほど。美味しいの美味しいんだけどな。あとあのクラフトビールもすごい気になりました。あそこでしょ、あれは。もううちもちろんお酒売っちゃいけない。あ、ちょっとする。
買いたいです。買えないです。いやめいやこれ結構1時間もちょろっとあって、へえ、でもハイアルコールなんで気をつけてね。あ、8度って書いてあったりします、うん、はい、またいい感じに酔えるよ聞いた。こう袋詰めとかも山下さんがされるんですか？そうですよ。じゃあ本当になんかその一軸でめちゃくちゃすごい最盛期みたいな時に短期のアルバイトさん募集されてるぐらいで、基本一人？基本一人。社長が大体路地のことを一人でやって、はい、マジっすか、うん、この規模一人でやれるもんだ。玉ねぎ5丁半ぐらい今年植えたんで。今山下さんおいくつなんですか？僕は多分52歳ぐらいです。いやまだまだ農家さんとしては若手になっちゃいますよね。けどですかね、なんか社長が1級上なんで。1級、うん、うん、そうそうそう。そっか、キータンさんいくつ？めっちゃ逆光、ごめんなさい。僕は今38になります。今度の3月で。若いな、なんかピチピチしとるな。羨ましいわ。なんか美味しいもの食べて運動することですかね。そうだな。あ、社長です。あ、こんにちは。ブリさん。ブリさん。で呼ばれてるってことですか？ん？そっちで通用する人の方が多かったりする。あ、そうなんですね。ブリはどういう、もともとどういう意味合いなんですか？ブリはな、サングラスのね、ブリコいうサングラスが知らない。これ私、違うかい。これこの、ちょっとウルトラマンみたいなこのサングラスで、メーカーでブリコいうメーカーがある。ほうほうほう。で、これをいつもつけてこう自転車に乗っとったから、ブリコマンというニックネームがあって、みんなリアクスの好きじゃないですか。もうそうすると前のブリだけが残ってきて、はい、でここをもともと原田製菓園児だったんだけど、その車止めるのにあの原田製菓園集合よりもブリガーデン集合の方がちょっとおちゃらけた感じで使い出して、うん、で、うん、でブリガーデンにもう社名変更。なんていうか、胡蝶蘭をされてたのは代々みたいな感じなんですか？はい、うちの親の代から、うーん、親の代からここと、もともとサミ海岸の温室が500坪ぐらい、はい、そこが手妻だからということでこっちへ増設。うーん、で、まあ私がやりだした頃はもうこの花がイケイケの時期。ああ、はははバブルみたいな。で、落ちかけというか、もうあのこちらお葬式の花なんでね。お葬式と、ほうほうほう、お葬式とあのお祝いの花。で、いっぱい使おうたんだけども、はい、今はもうその個人葬で使わなくなって、うん、でうちが辞めた頃にもうあのそのコチョランとかその業界も全部みんな撤退した。でまあ、あの社名じゃからってその原田製菓園を山ちゃん入った時もずっと使おうたんだけど、はい、令和に変わる時、うんうん、で、あのうちの決算が4月30日やって、はい、でそこで次令和に変わるいう時でもここで変えんといつ変えるんいうタイミングで変えたんだけど、はい、法務局が閉まっとって、日付的には5月7日とかね。オチがあったりする。まあだから令和元年からブリガーデンの正式名称、有限会社ブリガーデンの正式名称。路地物は市場出荷なんですけど、契約があるんですか？大体契約もの。契約なんですね。うん、玉ねぎとかでも、はい、500キロ、600キロのコンテナで出荷、そんな感じになるから。はいはい。イチジク、キンカンは、うん、出荷先は何がメインになるのか？もう本当にあれ、個別の注文です。ほぼ SNS で、すごいですね。でイチジクの蓬莱市っていう、さっき紹介したこの辺のメジャーな品種は農協出荷があるんで、農協出荷もあるんですね。じゃあそれはもう全部持っていけば取ってもらえると。はい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 。黒いちじくは
売り先をちゃんと考えると残っちゃう品種なんです。飲食店さんとかそういう業務用も多い、うん、そうですね、今その方が多いですね。逆に個人にも当たらなくなってきてる。当たらない、足りないっていうんですか。ああ、そうなんですね。そうそう、ちょっと来年は食べれるようにぜひ。いやけどやっぱこういうのでなんかこう人が分かると余計に欲しくなるみたいなところも絶対あると思うので、うん、そうね、このご縁を大事にして、はい、ありがとうございます。すみません、めちゃくちゃ固いまとめになっちゃいました。ありがとうございます。またじゃあイチジクの時期に。ぜひぜひ。あの木は何年ものですか。種から。種から。まだ20年でこんな大きくなるんですね。だいぶもう目印化になってくるな。そうですね、源泉超えたもん。ありがとうございました。またお邪魔させてください。失礼します。